入賞7ゲームチャンス目か。よーし、12ゲーム弱点ですね。いいね。1800回転でボーナスが4回。さあここが、まあ、言ってみたらもう大事、一番大事、何が揃うか。中押しで決めたい、決めましょうか。順押しでなんか一角っていうより、うわ、どうする。いや、挟んで中、挟んで中にします。軽くアバウトに押しつつ待って、あれ、ちょっと待って、10年待って、ちょっと待って、1回止めます。まあちょっと落ち着いて、はい、可能性的に、考えられるのが、まあ3パターンぐらいかなと思うんですけど、まあちょっと消化しながら、はい、まず1個目が本戦途中のレアエクで、もしかしたらポイント抽選してるかもしれない。まあ、ちょっと僕個人的にはその恩恵をまじまじと感じたことはないので何とも言い切れませんけども、もしかしたらその前兆中の抽選でポイントをゲットしてたか、でチャンス目には次いてるんで、それで複数ポイントと弁当箱とベルでたまったかで、もう一個が、準備中に弁当を引いたんですけど、あの弁当が僕の目押しがアバウトすぎて、本当は強弁当だったかが、もともと青が立ってて、まあ、てか1も、一番最初に言ったそのチャンス目の前兆中のポイント抽選も一緒になっちゃうんですけど、まあ、青が立ってて、あの弁当箱で、まあ、複数ポイントゲットする、もしくは1ポイント2ポイントで、まあ、要は昇格したか、50でかい、青7から長番に昇格したかで、弁当で一気に 6ポイントの抽選があるかどうかの詳しい解析は、まあ、出てないというか一生出ないと思うんですけど、まあ、その可能性があるかなと思います。まあ、いずれにせよかなりラッキープラスブルーレジェンドにいる可能性が上がりました、上がったよ。 OK ナイス。はい、30、いいよ。もうちょっと来い。7つ目、もう、そうそういうこと、大丈夫よ。よーし、 OK。 はい、50でかいね。130はでかい。もう一回行こう。イエス。何言った。はい、気持ちいい。 OK ナイス、いいよ。193枚プラス160ゲームプラスいただきラッシュです。よし、行こう。青いただき、来た。いや、たまれって、そこはたまれって。もうチャンス目、なんで当たらんか、俺はそこは当てれんかって。青だ。まあもちろん4ポイントも食べてるんで何とも言い難いものありますけど、いや、これマジでブルーレジェンド入ってる可能性あるぞ。轟でいきます。いや、これはもうある。しかも209ゲーム持って青いただき。始まったぞ。あ、そうだ、当たり前や。これでもう一発青。そしてポイント貯めて絶頂。コシさんに送ります。コシさんに写真送らせてもらいます。
ってきます。やべ、かっけー、久しぶりに見たぜ、マジ久しぶりに見たぜ、かっけー。いや、久しく行けてなかったよ、絶頂も。うわ、ちょっとね、始まった感あります。あのサラバンで始まるときって大体こういう感じなんですよね。始まった感あるよ。200は来よう、200は行ってきます。 OK、リプレイか。ナビいらんよ、ナビがいらない。そう、いやー、ナビいらんな、ナビいらん、ナビいらん。よしよ、ちょっと待って、ビーチ目でね、なかなか。はいはい、センキュー、青、はい、センキュー。ちょっと待って、ごめんなさい、弁当こぼしてますね、僕弁当こぼしてます、これ弁当こぼしてました、すいません。そう、なかなかリーチ目がいて、いやー、リプ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 、よし、 OK、 おー、30超えた、でかい、よし、ナイス。さあ、ここから粘るよ、よし、いいよ、いいよ、よし、いやー、粘りたい、かー、まあまあまあ、よかばい、よかばい、180ゲーム、よか、よかよ、戻すか、戻しましょうか、もう一発、強制や、強制でしょ。いやー、リプレイいらん、なんで当てれんの、あそこ、俺は。さあ、頼むって、それはない、ダメって、それはやっぱ青よね。まあ、もちろん天国中なんで青いナイフ率上がってますけど、ここでブルーレジェンドにもういると思います、いると思います。いや、いるでしょ。うお、やべえことになっとる。です、はいはい、これ、あ、星さん来た。これ隣の人の台とかそんなオチはないよね。いや、僕の台です、見てください。あ、めっちゃ多いっす。あ、いた、めっちゃ多いっす、レジェンドいた。あ、いや、確定はしてないですけど、可能性はちょっとかなり高いっす。わ、なんかいた、ちょっと待ってくださいね。あ、しかも青、これです、やば、来たやん、しかも絶頂引いてるやん、超盤も引いて絶頂引きました。超盤はあれだよ、多分青にいたから上がったじゃない、普通に引いたの、超盤、多分ですけど、その青いてポイント抽選に上げた感じだと思います。で、絶頂はたまたま引いちゃったの。絶頂は天国ルーム分で引っ張ってきました。昇格施設やるやん、やったやさ。ゲーム、残り200ちょいはあると思います。じゃあワンチャン巻き返せるね。じゃあ俺どうして今ちょっとプラスなんだよ。はい、多分200枚ぐらい。はい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 、で6じゃないと思うんだよね、4だと思うんだよ、はい、あの正直4と6判別できてないんだけど、もうこれは任せます。今日迷惑かけまくってようやく起爆剤使ったんで、よかったね、本当に爆発させてきます。はい、頑張って、あざます。すごいわ、もう絶対ダメだと思ったのに。さあ、青 BB 終了です。はい、360枚、いやー、伸ばそう、あ、残り393でした、ごめんなさい、嘘つきました。そうだ、長板引いて絶頂引いてるから、小石さんに残り200って言ってしまったけど、そうだそうだ、390だ。いや、いろんなことが起こりすぎて、もう脳みそが追いつかない、全然追いついてない。
ここで持ってきた、ここで持ってきた、ここで持ってきた、ここで来たって。生きれんのか、俺はここで生きれんのかって。ラスト、バカったれい。くそくそ、めちゃくちゃ楽しかったけども伸ばしきれんか。よし、いった。弱えと言ったら乗る。10でもいいよ、10でもいい。くそくそ、そうか。まあでも十分出たっちゃ出たんですけど、上乗せ、上乗せ、よし、上乗せ、 OK。 なあ、続け続け、頑張れ、粘れ粘れ、すごく粘ろう、頑張って粘ろう。どうにかなりませんかね。なんとかなってません。ダメっすか。うわー、終了、上乗せがね。はい、1927枚で一旦終わりですけども、もちろんブルーレジェンドが残ってる可能性あるんで、まだ追います。あと引き戻してくれるとなおラッキー。ちょっと強気にいきます、強気にいきましょう。なんでやねん、ここで終わる。はい、175枚いただきはなしと。ちょっと100まで回しましょうかね。いや、ふんどしじゃない。いや、これまずいよ。よし、 OK、 よかったよかった、セーフ。79ゲーム。弱いな。おお、すげえ、マジで。いや、何なのこのおじさん。これで100持ってきたら俺インチキって言うから、俺絶対もう警察行くから、この足で。フィールソーグッド、フィールソーグッド。今夜は寝かさないよ、眠らないよ。レディ行こうかな。まあなかったですけども、まあ、いただきにはぶち込めたんでよしとしましょう。はい、237枚。呼ぶ位置、いや、なんか間違って青とか出てこるんですか。ブルーレジェンド継続みたいな、あの赤嘘でしたみたいな、ないです。ないですね、さすがに。え、ちょっと待って待って待って、え、なにこの人、気持ち悪い。いやいやいや、100ってそう簡単に持ってこんです。だ、60超えた時の3回に1回しかぐらいしかないんで、割合を言うと。かっこいいな、かっこいいな。ちょっとカメラ回ってないですけど大丈夫ですか。今からちょっと置いといた方がいいんじゃないですか。うわー、マジでマジで、ちょっと待って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 、ちょっと待って、コシさん、ありえんって、これマジでありえんって。インチキやん、インチキやって、こんなん、これマジでインチキやって。皆さんちょっと聞いてください。お取り方がやめられたんですけど、ゲーム数見たら189だったんですよ。じゃ
じゃあ200までも200の前兆見ようぜって言って200まで行って、ずっとね100まで行くから100まで行くからって言ったらマジで100行ったんですよ。もうそんなことある、マジでインチキやって、こんなマジで超インチキやって、しかも結構煽り気味にやってくるんですよ。お前はいかんから俺が見せてやるよって、100お前はいけんから俺が見せてやる、有言実行やん。タオル巻いてないからね。はい、私ピスタチオ50ゲーム駆け抜けそうですね。上乗せ欲しかったな、でもほんと10やそこらでいいんですけど、ダメか、ダメですね。はい、50ゲーム駆け抜け363枚で終了です。だから引き戻しとあるかどうか、あとはゲーム数のケツの天国の煽り見て、本当にラストにしたいかなと思います。あとはもう隣の小石さんの100ゲームが逆回転するかどうかちょっと見守りましょう。しかし100続いたのにH には入らなかったね、普通に。出会い役ゼロだもんな。100回してどこだっけ、次です、ここ、いや違います、この次だよね、はい、ここだよね。これ引いたことないけどここで逆回転だよね。逆回転します。じゃあ行きましょうか。そこまでは、そこまではじゃあこれ乗り切って終わりましょうか。はい、インチキやって、こんな。残念、さすがにそこまでうまくいかんか。さあこれ50やって天国確認して終わりだね。おお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 。お化けや、もうお化け。びっくりした。びっくりしましたわ。ただのお化けや。なんかあったのか。コシさんやばい、マジっすか。びっくりした。え、恩恵何？青を出てきて3桁以上だと思います、はい、今さ、ゴアまで来てリプレイとかって何、何だろうと思って。まずは青を出てきます、さあまずは、ボーナスですね。まあ、ちなみにあの2対1対1です。そうだから100が50、200が 25%、 300が 25%。 さあゲーム数これ何だろう、10ゲームでいいのかな。まあ進んでいくか。ちなみに天国は出てこないです。天国はない、ないです。ああ、まだ来た。え、押すべるかな。あ、チャンス目か。オッケー、確定ですね。いや、やりたい放題や。じゃあ、さすが青、さすが青、青番長ボーナス。さあ、継続はなかったけど、7ゾロ1回と。なんで俺がサラバンってお前が待ってるって好きになってる。確かに、俺もさっきまでこれ逆でしたね。俺も車の中で寝ようと思ってたのよ。あ、家紋だ、家紋、家紋に変わってる。
コジさん、え、家紋あります？家紋あるよ、家紋。それ200以上っす。あ、ほんと。え、じゃあ200か300だ。はい、マジかよ。さあ、家紋、最強手ですね。で、家紋だと200以上なんですよね。200か300。300家紋、家紋なだけに家紋。うわー、出てきた。300。マイク取れちゃった。で、あとは確定役だと、確定役というか乗せ確役だとチャンス目2回引いてます。ちなみに爆弾が割れた場合50ゲーム以上です。3割ぐらいだったと思います、爆発爆解度。あ、金色になった。あ、50だ。え、あ、爆弾だこれ。ほら、爆発しろ。爆発した。50以上。あ、爆発した。それ。うわ、全部取れた。え、トータル？うわ。いや、ちょっと待て。エイボル470ゲーム。やった。待ってって。やったぞ、ピス。ちょっと待ってって。え？いや、僕の長板と絶頂より取ってますから。すまんな、ピス。なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ。実践終了。はい、お疲れ様でございます。いやー、素晴らしいですね。素晴らしい回になったんじゃないかなっていうのと、はい、見てください、これ今までにない、シャレオツすぎる。はい、今日はね、ちょっと今までは養老さんと三蔵さんでエンディング撮らせていただいてたんですけども、今日は新しいお店さんでエンディングを撮影すると。はい、はい、じゃあちょっと紹介の方。はい、埼玉県所沢市にございますラルデンザさんです。はい、もう噛んじゃダメだというこの、なんていうんですかね、雰囲気が。で、ちょっとせっかくなんで、はい、あの、まあ、お酒は NG なんで、グレープジュースでお祝いと。で、ちょっとね、あの、いろいろ頼んだんで、ちょっとスタッフさんが、はい、あの、僕らのツイッターフォローしていただけてるということなので、ちょっとすみません、あの、料理が何かわからないんで。はい、はい、まず前菜ですね、はい、マダイを使ったカルパッチョになってます。ニンニクとアンチョビとオリーブオイルのソースをかけてあるので、はい、このソースよかったらちょっとパンをつけて、あ、はい、なるほど、召し上がっていただくんですね。はいはいはい、あとピザですね、こちら。まあ、ピザといえばマルゲリータ、一番有名なんですけれども、うちのマルゲリータは、水牛のミルクで作ったモッツァレラチーズと、うん、あとチェリートマトをちょっと散らして、こうマルゲリータをこう1ランク上に上げてあるような形で、真のマルゲリータですね、はい、をちょっとご用意をしておりますので、よろしかったらお召し上がりいただければなと思います。ありがとうございます。いただきます。しかも僕、アンチョビなんて洗車道でしか聞いたことないですよ。アンチョビ大好きだ。アンチョビ、本当に。で、コシさん、はい、まだ視聴者の方、うん、ケツまで見てないんですよ。ああ、そうかそうか、はい、そうだそうだ。なんでちょっと一旦、うん、サラリーマン番長がどうなったか等も含めて、こちらをご覧ください。はい。よーし、当たった。よーし、200のゲームで引っかかりました。OK。さあ、しずくチャレンジ。ちなみにチャンス目と強チェリーは1個も引いておりません。さあ、10、20、30もらえた、いいね。お、いいぞ。どう？さあ、銀玉50、30か。さあ、10ください。よし、じゃあトータルで80かな。で、今382ゲームなので、ちょうど400のところ走り切れる感じですね。まあ、やめ時的にもいい感じかなと思います。
さあ黄色の玉が3つと、というか677ゲーム合わせて強チェリー1回も引けんか。さあ終わりましたね。まあまあ十分すぎるぐらい出ましたけどね。2464枚、先ほど確認だけして、終わりたいと思います。ゴイゴイっす、出れなくていいっす、コシさん。えすんごいっすって。いや別に照れてないよ、普通。いやいやいや普通って 有言実行だよ。普通ちょっとグレープジュース飲んでいい？いや飲みましょう。はい、いただきます。じゃあ皆さんもいただきます。ちょっとミニカメラないですけど、いただきます。あ、なんだっけ、あ、ジュースはこれやらないのか。はい、うまい。はい、やっぱ濃厚なグレープジュースですね。濃厚というか、まあこれまでのこの密度が濃いこのジュースっていうのを飲んだことがないかもしれない、うん、確かに。じゃあ結果報告いきましょうか。はい、いきましょう。はい、僕は1081枚、23本投資からの3714枚回収でプラスの2633枚勝ちました。勝ちました。いや、本当に似合うっすもん。そう、多分俺世界一グレープジュースが似合う男だから。すごい、グレープ大好きだから。ダンディーすぎっすよ。あらー、やっぱ違う、持ってる音が違うね。はい、キュッとしたよ今で、僕なんですけども、はい、投資が2679枚57本まで膨れ上がったんですけど、獲得が2109枚。だいぶ帰ってきたもんね。いやー、これはすんごい嬉しかった。なんでマイナスの570枚でフィニッシュと。だから2人でプラスの、2063枚。いやー素晴らしい。まあ豆乗りクオリティよ。乗り打ち、乗り打ちの醍醐味ですよこれが。本当にいいですね、豆乗りって。まあけどサラバンでプラスが一気に増えたから良かったね。いやー奇跡の一打でしたねあれは。うん、まあ本当ラッキーということで、はい、今日はいっぱい食べて。そうね、はい、で店内状況もいつも通り取ってきてありますんで、そちらご覧ください。どうぞ、はい。それでは最後、店内状況を確認しておきましょうか。今日はね、まあ、多分セイクリッドは多分前代系になっているんじゃないかなと思いますと、前代しっかりプラスで3000枚、2600枚、2200枚と、一番右の方は、仕事確定画面も出されてて、見せてくださいましたね。で、6ありそうったら6だと思いますと、まあ、いろんな要素合わせてねということなので、まあ多分ここで、おそらくここだけじゃないかな、唯一3台と人が変わってないので、なぜかガルパンがね1階にガッてあるはずなのに1台だけ上にあって全然気づかなかったですね僕。でずっとここも粘られてるんで、スランプクラブは先ほどのマイナスだったんですけども、何かしら、確定画面か、まあ、暗号祭りしっかり引けてるかとか、なんかいい要素出てるんじゃないですかね。もしくは、ガルパンお兄さんがね、まあ、いつも通りこの辺の3台系の記事はね、ここ座ってもチャンスがありそうな感じにはなってるかなとは思います。で、もう一つの多分前代系だと思うのがラブキューレ、まあ、自分打ってる台もどう考えても46のどっちかかなとは思いますし、でこの2台目かもうやめられたってますけども、まあ、若干プラスで、まあ、やめられたって感じですね、まあ、ここもね画面出てないんですけども、最後ずっとつぐみ狙いしてたんで、まあ、もう6狙いで打ってた感じですかね。最後に、お話聞いたら、まあ、4だとは思いますみたいな。で自分が最初に打ってたラブキューレスランプグラフがすごいドマイナスなんですけども、なんか僕がやめた後に、まあ、こっちの隣で打ってた方が教えてくださったんですけども、確定チャンスが3回入ってると、まあ、一言つぐみやってますね。まあどうなんだろうな、まあ、僕の打ってた時サンプル少ないとは思うんですけども、あからさまに動きが奇数寄りだったんですよね。だからもう本当所沢さんよく456みたいな全体系作られるので、まあその可能性はありますね。全然ノーマルタイプのアクロスは今日はねバーサス打ってる方が、粘ってる方が多いのでバーサス当たりかな。前はねアレックスがかなり、強かったので、最近アクロス系にしっかり入れてるイメージあるんで、今回も、まあ、詳しい話は聞きたいんですけども、あそこは強いんじゃないかなと思います。じゃあついでに下の台も見ときましょうか。
鉄拳3がね3台入ってるんですけどね。でこれ台数が3台なんでワンチャン全体系入ってこねえかなと思ったんですけども、こいつ分かんないよねグラフ見ててもね。まあ、大体こういう一撃を描いて出すような台ですからね、打ってればねまだねこう画面でしたとか出てきたりもすることあるんで、隣にいたりとかね後ろで見てたりとかだったらまだ曲がったかもしれないですけど、ちょっと分かんないな。でガルパンに関しては当たりが1台か2台ってところかな、ちょっとこれうますぎる気もしますけども、しっかり粘られててプラスと。まあこれもグラフ分かんないな、見てるだけじゃ。ちょっと3台ぐらい空いてる時にメニューボタンを押したんですけども、空いてる3台はやっぱりアンコウ祭りは引いてなかったですね。チャンスゾーン18回ぐらい引いててアンコウ祭りないっていうのもあったので、まあ当たり外れのある形で入ってるのかなと。でリゼロ増大されてからどうかなって感じはするんですけども、4000トータル4000で8回とで、刻みながらしっかりプラス、これはありそうな感じのグラフはしてますね。あとはこれも最初は死んでますけども、最初と途中でがっつりいかれてるのか、初当たりこれも8回、これもあってもおかしくなさそうですね。あとこれと、これちょっと弱いかな。まあリゼロも、まあ、今まで豆のりやってる中で全体系になってることはなかったので、まあ、ただ当たりがしっかり入ってると。なんでガルパンも、まあ、この辺りのせいやもそうですけど、複数台多い台もしっかりね当たり作ってるっていう感じかなと思います。でラグーンがね2階から下に降りてっちゃったんですけども、いやすごいねこの台はグラフで見ちゃダメなんですけども、これでバレマンになって見ましたね。プラス、ドマイナスで若干ギリギリですけどプラス、これ確かもう今さっき見た時もうちょっとでバレマンになるところでしたね。まあ、プラスとすげえな、まあ、4台中3台プラスと、まあ、もしかしたら入ってるかもしれないと。ラグーンは本当打ってる人じゃないとね絶対判別できませんからね。だからなくなる前にもう一回打ちたいな。じゃあ最後サラリーマン番長これかピスのやつ多分これだね、真ん中だから。さあこの後どうなるかな、まくったらかっこいいですけど、まあピス自身すごい悩んでたんで、まあ取れたか取れてよかったよかったって言ってすごい嬉しそうにしてたんで、まあとりあえずよかったかな。はい以上です。はい、まあご覧いただいた通り、まあいつも通りしっかり状況はすこぶるいいと。で全台形もね、まあ全6しっかり全4ゴロみたいな機種回りでの、はい、どこ攻めてもチャンスがあるっていうね、ほんといつも通りのいつも通りのこの豆のりの勝つ所沢さんの、はい、はい、ああそうです、いやパイセンの入れ方ということなんで、まあ正直あんまり抽選良くないからね、そんな人間からするとどこ座ってもチャンスある感じなのはすこぶるいいんじゃないかと思っております。はい、ちなみになんですけど僕の左の皿がもう一個クソ良くてですね、まあ本当にその各機種1台っぽいなって思ったのがその皿盤を見てからなんですよね。うまっ、うわえうまっじゃあ僕もいただきます。うまっ、すんげえカルパッチョうめえ。おいいただきます。うわなんかこのニンニクの香りとタイがこんだけ合うとはちょっと全然想像できなかったっていうほどうまいな。なんかこれにつけて食べると美味しいって。あ、本当ですか。うん言ってたんで、じゃあちょっといただきながらですけども、はい、っていう感じで、まあ状況は本当に素晴らしいんで、はい、まあぜひもし見てね。あとそのメインでがっつり打ちたいっていう人以外のこの、うん、こんな機種にも入ったらいいなっていう人は、そうそう、ね、来たらその機種にいいなんか時々というかすいませんね。ね、わけの、はい、わけわからんっていうと第二ステージだから本当にあこんなとこに見れるんだっていうのに入ってくれるから。はいはい、でたまにアクロスとかにも楽器知りたいとかいうバランスでやったりもするんで、まあ、いいかなとは思います。うん、はい、というわけで次が
11の2になります。スタートは良かったね。はい、11の1はもうこの解消、小石さんのおかげで解消できたんで、次回もバシッと決めれるように。あとはちょっと食べます。食べようね、ドッグ。うん、じゃあドッグいただきます。うまっ、あらすごくフルーティー、めっちゃ甘いっす、ね、チーズもこのトマトも、うわこれすごい、マルゲリータの上位互換ドッグです下手くそだな、食レポな。というわけで、次の豆のりも頑張りますんで、はい、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、吉川子さん、どうか。はい、せーの、豆のり、また見てね。